ダブリンのアルスター銀行本店アルスター銀行は北アイルランド及びアイルランド共和国における4大商業銀行のうちの一行であるベルファスト及びダブリンを本拠地としてイギリスとアイルランドにて大きな金融サービス部門を有しておりマンシマでも営業している現在はナットウエストグループの参加にあるアルスター銀行の起源は1836年2月に ベルファストのロイヤルホテルにて地元の実業家によって開かれた会議である。当時、ベルファストには6万人の人口と順調な朝貿易で成長する港があった。ロイヤルホテルで出会った男たちは、よりベルファストに根差した金融サービスの必要性を信じ、数週間のうちに新しい銀行の開設に向けた野心的な主意書を発行した。出資によって、 すぐさま潤沢な資本が集まり、アルスター銀行は1836年7月1日に営業を開始することになった。銀行は地元商人であるロバート・グリーンショウとジョン・ヘイロンからなる取締役が経営し、スコットランドの銀行を手本として運営された。最初にアルスター銀行は自前の紙幣を発見し、アルスター中の主要な貿易庁で支店を開設する。 ことを決定した。一年で、アントリム、アーマー、バリーマネー、クートヒル、ダウンパトリック、ラーガン、ポータダウン、エニスキレンに、計8店舗を持ち、ロンドン、リバプール、バーミンガム、ダブリン、アメリカ合衆国での銀行代理店を指定した。今日、アルスター銀行グループは、アイルランド共和国で3番目に、大きな銀行であり、アイルランドの島全体で広範囲にわたる、 金融サービスを個人、小中大企業そして公共団体に提供しているアイルランド、北、アイルランド内では大手であり、支店数は267店舗、790台以上の ATM がある。その中にはアイルランドとガーアンジー等で支店を持ち、イギリス内で金融サービスを提供しているファーストアクティブの施設も含まれている。また、アルスター銀行は、 一般的な金融サービスに加えて、イギリス及びアイルランドの顧客に対して、マエストロやレーザー等のデビットカードを提供している。他の北アイルランドの4大銀行と同じく、アルスター銀行は、自身の紙幣を発見する権利を保っている。この紙幣は、UK ポンド紙幣であり、イングランド銀行紙幣と同じ価値である。ありがとうございます。